俺の名前は小峠カブト。極道は足を洗いたくてもやめられねえもんだ。はい、でも抜けさせていただきたい。一人の極道の終わりに立ち会っているアラサーの極道だ。どんな仕事だろうと年を取れば終わりはやってくる。そうか、寂しくなるな。さすがに若いやつみたいに勝ち込みはできやせんから。それは極道の世界だって変わらない。今回はそんな身体というどの業界でも難しい課題で、行こう、今日が命日じゃ。踊れは畳で死なせんぞ。やっとお迎えが来たな。うちに起きた騒動について語ろうと思う。事の始まりは、おやさんが照りかかってきた一本の電話だった。そいつは災難だったな。それで俺は間に立てばいいのか。漏れ聞こえてくる言葉からすると、他の組のトラブルの仲裁らしい。それから数日後のことだった。おやさんがどこからか老いた極道を連れてきたのだ。すまんが、少しの間うちでこいつを預かることになった。伊能と申します。よろしくお願いします。一見すればくたびれた老人にしか見えない伊能という男。人食いの生きてたんだな。すごい人なんですか。若い頃は誰でも彼でもぶっ刺してた狂人だよ。な、あんたじゃねえか。伊能という男は年代的にはおやすさんたちの一つ前の代になるらしい。ほら、気をえぐったら。彼はドスの扱いに長けていて、都政では人食い伊能の名で知られていたらしい。彼は所属していた組に深い恩義があり、代替わりしても勤め続けていたそうだ。けど私ももう年でね、都政から身を引こうと思ったんです。話からすれば彼はもう60過ぎだ。この業界でやっていくにはきついだろう。しかしその話を持って行った時、今の組長は首を縦に振らなかった。伊能よ、お前の名がうちの組にとってどれだけ大きいか分かってるだろう。それはもちろんですが、今の私では。伊能の組の親は彼のネームバリューを惜しんだのだ。さらには組を抜けることは裏切りだとまで言われる始末。親父に恩義を感じてるのなら、うちに骨を埋めてくれやな。ああ、先代の名前を出されては伊能さんも我を通すわけにはいかなかったそうだ。しかし彼は衰えから極道を張れないと確信していた。なるほど、話し合いが進まんと。すまないね、うちのごたごたに。幕を引くときに引けないのは辛いものですからな。そこで悩んだ末にうちのおやすさんへ相談した。こうして伊能さんの身柄は預かったものの、具体的な策はまだないらしい。先方との話は近日中につける。それまで伊能さんの面倒を見てやってくれ。わかりました。なかなか厄介な話だが、俺たちに否はない。こうしてうちに厄介になった伊能さんだが、田舎の親父から足洗って帰ってこいって毎日言われてまして。息子が裏社会にいるのが不安なんだ。一度顔を合わせて話をしてみなさい。若い衆の悩みを聞いてアドバイスをする相談役を買って出てくれた。その一方で伊能さんの引退の件に関する話し合いは芳しくないようだった。難しいですか。向こうはどうあっても伊能に組へ残ってほしいみたいだ。そうでしょうね。まあうちのおやすさんに助けを求めるくらいなので、そう簡単にことは運ばないだろうが、しかしいかに古株とはいえ、ここまで伊能さんを引き止めるのは異常だ。野田の兄貴、どうして放火組はあんなに伊能さんを引き止めるんですか。ムチ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 、そんなむしらんやつは殺すのだ。そこをなんとか。放火組が島で目を光らせることができるのは、あの人の名前のおかげなんじゃ。そうなんですか。人食い伊能、何十人と敵組織の幹部をぶち殺してる伝説の男だからな。若い時の伊能さんは狂気の殺戮者だった。ピッチピッチチャップチャップランランラン。お前は伊能片岡、お前長生きしすぎじゃ。人をやる時はいつも雨の日、闇の中から現れる。ヒットマンに出れば確実に敵幹部の命をあげてきた。こいつは六門戦代わりだ。迷わず成仏せよ。雨の日は近辺の極道は震え上がった。他にも敵対組織に単体で勝ち込みをかけ、伊能だ、伊能くん、告げ口はいけないな。罰としてえぐってあげよう。首を一人で潰したなんて逸話もある。
そんな数々の武勇伝から伊能さんは今でもこの世界で恐れられている。放火組は伊能の名前で島が守られてるようなもんだ。そうなんですね。聞けば小さい放火組が繁華街を縄張りにしているのは伊能さんがいるからだという。ここで兄貴にどうしても質問したくなった。ちなみに野田の兄貴は何人くらい敵をやったんですか？てめえは食ったパンの枚数を覚えてんのか？覚えてません。野田の兄貴は強靭すぎて人間と食パンの区別もつかねえようだ。伝説の伊能さんだが、一本のドスを毎日手入れしていた。さすが人食いのいいドス持ってるね。これは名工光圀が作った竜王と試練、鋼が全然違うんです。刀匠の魂が入ってますから、何十年使っても刃こぼれ一つしません。伊能さんは長年にわたる視線をこの竜王と知らんと共に乗り越えてきたのだ。この伊能、殺せるもんなら殺してみ。小林さん、よかったらこいつ使ってくれませんかい？なんでくれんの？相棒なんでしょ？私にはもう必要ない。一騎当選の最強戦力、小林さんならこのドスも喜びますから。マジで超ラッキー。一騎当選やっててよかった。伊能さんは小林の兄貴に無限の可能性を感じたようで、よく話していたんだ。でもそんな伊能さんはもう最前線を張る年じゃない。うちの二代目は私の看板に味を占めちまいました。本当は新しい力で組を盛り立てなきゃいけねえのに。彼が引退を決意したのは組を思ってのことだったんだ。すると伊能さんが思わぬ提案をした。二代目が阿毛さんの言葉を聞かない以上、もう一度私が面と向かいます。いいのかい？あんた向こうの親に命を狙われるかもしれないよ。おやすさんに口利きを頼んだ時点で放火組での伊能さんの株は暴落しているはずだ。覚悟の上です。仮に死んでも組は俺の看板から抜け出ることになりますから。おやすさんが命の危険を解いても伊能さんは考えを変えなかった。わかった、うちの人間も同行させてくれ。ありがたい。翌日、おやすさんは伊能さんと放火組へと乗り込んだ。久しぶりだな伊能。だな、面下げて戻ってきた。申し訳ございません。やはり放火組長の伊能さんに対する態度は相当に悪い。放火さん、進退ってのは当人が決めることだろ。あ、もうさ、うちは伊能の引退を飲むわけにはいかんのです。二代目、私はただの老兵、もういいんですよ。何が言ってんだ。やはり両者の意見は平行線だった。しかし怒りのままに放火が口にしたことは、俺たちの予測とは大きく外れたものだった。お前、引退した極道がどれだけ惨めか分かってんのか。坊ちゃん、職も何もなく国も手を差し伸べてくれない。待ってんのは野垂れ死にだけだ。そう、極道は組を抜けても5年は組関係者と扱われる。口座を開きたいんだが。申し訳ありませんが、お客様の口座はご用意できません。そしてその間は銀行口座や生活保護など多くの生活に必要なサービスを受けられない。この厳しい措置のために引退して平穏に暮らせるのは現役時代に資産を蓄えた組長か大組織の幹部くらい。ジンゲレー、生コン足りないぞ。他の者たちは貧困者としてその日暮らしに近い生活を余儀なくされる。放火組長は組の利益のために引退を認めなかったわけじゃない。それにお前は周りから恨みを買いすぎてる。片桐戻ったら消されるだけだ。組の功労者を、親父も大事にしたお前を放り出せるわけねえだろう。彼は伊能さんの将来を憂いていたのだ。そんな親の本音を聞いた伊能さんは、坊ちゃん、私のことを考えてくれてありがとうございます。でもね、私は組のお荷物になりたくはないんですよ。嬉しそうに笑ってこう言った。だが組の後ろ盾がなかったらお前は。それも私が巻いた種です。男なら自分で刈り取るのが筋でしょう。結局覚悟を決めた伊能さんを放火組長は止めることはできなかった。阿毛さん、小林さん、小峠さん、ご迷惑をおかけしました。気にしないでくれ、あんたには借りがあったからな。俺は何もしてませんよ。そして数週間後、やっとお迎えが来たな。伊能さんは殺された。こいつは人食い伊能じゃねえか。被害者のことを知っているんですか？昔は武闘派の国道だった男だ。これは容疑者絞りに苦労しそうだぜ。腹をかっさばかれていた。素人のやり口ではなかったそうだ。
念のため俺は情報屋に調査を入れた。犯人は里崎会の構成員2名です。名前が売れると思ってやったようですね。あ、そう、俺らには関係ねえな。もちろんこの件に関してうちが動く道理はない。でもカブト、そういやたまたま里崎会のカスどもをぶち殺そうと思ってたんだわ。え？ああ、そうでした。たまたま奴らを粛清する予定でしたね。その日は雨。俺たちは闇の中から現れた。君ら、里崎会の梶谷と小島だな。伊能って男を殺したな。誰だてめえ、人食い伊能のことか。あのバクジジイは丸腰だったぜ。丸腰の人間を売名で殺したか。お前らは明日生きなくていいわ。うわぁ、小林、小峠もいる。はじめまして、永遠にさようなら。お前は特別にダブルグレングレー、この世に生きる悲しみ。いやぁ、ゲスが死にさらせ。ぐぅ、伊能さん、襲われるの分かっててなんで俺にドスくれたんかね。分かりません。もう死ぬと分かってらっしゃったんでしょうか。こうしてゲス2名を粛清した。伊能さんは首のために働き、首のために身を引いたんだ。その結果が路地裏で野良犬のように死ぬか。極道ってのはつくづく因果な商売だ。俺もまともな死に方はできないのだろうな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。